愛媛県の四国中央市っていう場所にあるあのうどん自販機のお店、うどん自販機コーナーですね、にやってきたんですけど、まあ、どちらかというとこのエリア港というよりかは工業地帯にある、うどん自販機ということで、もうこの真夜中の今3時ぐらいなんですけど、もう人のいる、ね、気配全くなくて、工場も動いてないですね。まあ、来る人は多分本当にあの限定的な感じだと思うんですけど、ここに自販機あるということで今日来ました。今日の自販機コーナーこちらです。隣にあの祠があります。休憩どころいう感じですね。300円、天ぷらうどんが2つとも天ぷらうどんみたいですね。まあ、比較的あの綺麗な台ですね、こちらのは。ちょっとねマニアックだから水産会社の方なんですかね。結構年金の入ったような建物、昔からあるんでしょうね。珍しいな。麺の量が多いですね。さっきもね、あの徳島の方にも行ったんですけど、そっちもね麺が量多くて、でわかめかな、わかめですね。お行儀悪いですけどお許しください。チチチチチ、いただきます。結構出汁が効いてますね、あの塩辛い感じで。結構出汁がしっかりしてて、あの塩味もねちょうどいい感じですね。8月ですけど、まあ、これがね冬場になったらいいんでしょうね。寒い中で食べるうどん、自販機のうどん。めちゃめちゃ暑いな。まあでも海側にあるんですけど、まあ、比較的ねあの綺麗な状態です。大体ね海側になるとメンテナンスが大変とか錆びたり。サビとかが多いんですけど、綺麗にあの管理されてるかなと思います。
暗いんで電気つけるんで、電気通ってないみたいですね。ちなみにゴミ捨てバーはこっちになるんで、結構買われてますね、だいぶ。そのまんまなんですよ。あ、でも水かな、これ猫の餌のあれかな。というわけで、今回は愛媛県のうどん自販機のコーナーにやってきたわけです。愛媛県でうどん自販機っていうのは初めてかもしれないです。高知県とか、まあ、徳島県とかいろいろ行ったんですけど、愛媛県にまだあるということで、まあ、工場があるっていう理由でやっぱりこういう形に残ってるのかな。まあ、ちょっとあの神戸の方 の、 なんかそのうどん自販機の場所ともなんか似てますね、条件が。あとあの広島 の、 あの南区かな、工業地帯の方にあるようなうどん自販機的な感じで置いてあるのかなみたいな、工場の関係の方とか、まあ、その辺やっぱり塩分多めるか、あのちょっとね塩辛いのが好きな人はちょうどいいかなという感じなんで、まあ、納得の味でございました。結構お腹いっぱいになりましたね、300円ですね。まあ、おすすめの一つとしてこうぜひ来てみてください。